いつもはこんな爆買いはしていません。すごいバター、絶対太るやつっていう感じのやつなんだけど、マスカルポーネのようなただの豆腐。やだこれ。あー、本当に生姜のすりおろした香りがする。こんにちは、いつも高岡崎 YouTube チャンネルをご覧になってくださいましてありがとうございます。今日はですね、成城石井ね、買い物に行きたいと思います。後ほど購入品は、ご紹介しようかなと思っているので、ぜひ楽しみに待っててください。今びっくりした、今なしで行こうとしちゃったなと思って。ではじゃん何がちゃうかわかんないけど、買ってきたものを紹介したいと思います。ただ今日はなんか目的もなく、成城石井でよく買っているものとか気になっていたものとかっていうことでお買い物をしに行っちゃったから、なぜかこんなに買ってしまい、いつもはこんな爆買いはしていません。ということで、まずあのね、私あんまりポテチとか食べないんだけど、今日あそこの成城石井に入ったら目の前にまずこれがあって、でなんか大宣伝してたから、つい買うなら今日だっていう感じでちょっと買ってみたんだけど、初めて見た、これスイートゴーストペッパー味だって。これ後で食べてみましょう、これ美味しそう。これもスパイシーディルピクルス、ディルってあのハーブのディルだと思うんだけど、そのディルとピクルスの味ってことはちょっと酸っぱいポテトチップスなのかなみたいな感じで、これも気になるよね。でこれこんなに買っちゃったんだけど、これはローズマリーシーソルトポテトチップス、これとかこれとかってヘルシー風を装ってるけど、全然ポテトチップスだからヘルシーじゃないんだと思うんだけど、ついなんとなく手に取りやすいパッケージ買いでした。これワインのおつまみとかによく食べるんだけど、カシューナッツで、なんとチェダーチーズが入っていて、このチーズちょっとドライな感じのサクサクしてるチーズで、とても食感が良くてよく食べてます。これ本当に美味しい、これおすすめなのと、あとこのバナナチップスは結構塩味が強い感じで甘いのと混ざって、すごくこれすごく美味しい。ワインのおつまみ系もう一個、これはスナックサラミというやつで、今スタッフがイチジクですか梅干しですか何ですかそれはとか言ってたんだけど、違う、サラミです。これはロックフォールチーズっていうのがちょろっとだけ入ってるサラミなんだけど、あとペッパーとかノーマルなやつとか何種類かあって、くるみっていうのもあったな。そう、時々いろんなの買ったりするんです。これおつまみ系、おつまみ系で言うとこれだ、醤油のたまり漬け、うずら卵の、これも出しとくとパク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 つい食べちゃう。あとこの、これ、フレッシュベースのキャベツ、ピンクですごく可愛くて、これはあの娘とかも大好きでよく食べるんだけど、こういうのはご飯の支度をしてる時に先にこういうの出したり、これちょろっと出しといたりとか、あとスティック野菜切って出しといたりっていう感じで、ご飯の前にちょろちょろ食べるの。そうするとご飯を出した時にグワッて食いつかないです。みんなお腹が空いてるとうわって食べてうわってなくなっちゃうみたいになっちゃうじゃない。だからそういうのもゆっくりなんとなく何かをこうやって出しとくと、お腹もまあまあ膨れたりしてるから会話も進むとか、そうそう、そういう感じでちょこちょこ先におつまみ出す。これもおつまみ、シュリンプとトマトとオリーブオイルの、ん？オリーブの実が入ってるの、美味しそう。あとははい、増量のポテトサラダ。ポテトサラダって意外と作るの時間がかかる、まあまあ面倒くさかったりするじゃない。もうそういう時にあと一品あのプラスアルファっていう時にこれを買ったり、お弁当にちょこっと入れる時にこれを買ってしまったりしていますってことです。まだあるいっぱいあるね。これは金ごま包みいわし甘露煮って書いてあるんだけど、これもおつまみとして栄養もたっぷりだし、これもどん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 食べちゃう、子供たちも大好き、美味しいよこれ。で納豆、納豆は私は小粒が好きです。冷蔵庫には必ず入ってる。納豆とかそのすぐに食べられるものを置いとくと、誰かしらがお腹が空いた時にそれで食べてくれるじゃないっていうつもりで置いてあるから、よっぽどじゃないと私食べない、みんなのために買ってるから。
の時にこういうパンとか、これ美味しい、このクランベリーとマカデミアナッツが入ってるもちもちのベーグル、これは朝食べる時は半分に切ってクリームチーズのっけたりとかしても美味しいです。これうちの定番、朝はこれグラノラです。今日初めて買ったんだけど、ピーナッツバター味っていうの、普段はチョコレートとラズベリーかストロベリーかなんかが入ってるやつを私はよく買ってるんだけど、今日こんなのゆっくり、今日はあの珍しくゆっくり成城石井の中をぐるぐるできたので、知らなかったやつとかの発見もありつつでこれを買ってみたんだけど、これ美味しそう。ピーナッツバター味だってとチョコレートなんて絶対美味しいに決まってる。こういうのは朝ちょっと忙しい朝にミルクと一緒に食べたりする。今日がゆっくりしてましたけど、うん、いつものバタバタっていうのは何ていうか時間がないの？いつもはそう目的を持って買いに行く。あ、そういえばお茶がなかったわとか、あ、醤油がなかったわとか、そういうことで行くから、その醤油の場所を目指していく、うん、でこのあ、パン買っとこうってパンのとこ目指していくから寄り道しないの。とにかくお買い物ダラダラするってあんまり好きじゃない、できないの、疲れちゃうし常に急いでるのそう、常に急いでて、だから例えばほら、あの娘が習い事してる間にその送った後買い物して急いで迎えに行くとか、そうそう、そういうことを、お洋服見に行く時もダラダラ見ない。お店行ってガーって見て、なんとなく欲しいものってすでに決まってるから、なんかガーって見て、あ、ないやって言ったらもう帰る。無駄がないです。無駄遣いしないよ無駄な時間も過ごさないせっかちゃんね、ちょっとね。今までは龍角散の、ミルク味のはしばらく好きでずっと舐めてたんだけど、ここ今年に入って風邪をひいた時にとても調子が悪くなっちゃって、ミルク味の飴を舐める気分じゃなくて、あ、そういえばリコラがあったわと思ってリコラを食べ舐め始めたら、リコラって美味しいねっていうことにをまた思い出した。これすごいリコラ、あ、でもちょっと高い。そしてこれはルイボスティーなんだけれど、今日買ったのはアールグレーシトラスっていうやつなんだけど、いつもはルイボスティーのスパイスチャイティーっていうのを飲んでるんだけれど、いつもあのタンブラーに入れて、今日なかったからこんなものを買ってみた。ミントが入ってて美味しいって書いた。これほらウォーカーズのクッキー美味しいじゃない、昔から。すごいバター、絶対太るやつっていう感じのやつなんだけど、これ美味しい。一本食べるとちょっとお腹も膨れるし、あ、そうだ、こんなのあった。これ前から気になってたんだけど、一人分しかないので、うち5人家族だからなかなか買えなかったんだけど、今日は一人だからちょっとこれ味見してみようかな。マスカルポーネのようなただの豆腐、やだ、これマスカルポーネのようなただの豆腐、何にもないよ、マスカルポーネ豆腐ですね、豆腐ですね、ただの豆腐だよ。豆乳クリーム、食塩しか入って、今日騙されるのが多いな。今日餃子を作るよって用事もないのに山本くんがこの餃子の皮は日本で一番美味しいって言った、言い過ぎた、市販されている中で、うん、一番美味しいと思ってます。ね、美味しそう、すごくなんていうの、手作り感があるよね。そうです、そうです、ね、手作りの餃子屋さんみたいな、もちもちしてて、うん、すごいちょっと厚めなんですか、美味しいんですよ。ということで今日は餃子を作んないとダメじゃないね、これ。ぜひ、ね、これ美味しそう、ありがとうで今日はこんなの見つけた、かわいい。これも飲み物シリーズ、昆布茶パッションフルーツ味、なんかこれ先行販売みたいなこと書いてあったよね、はい、かわいい。こちらはマンゴー、これもかわいい、美味しそう。これも後で飲んでみる。これはこういう買い方も変なんだけど、生姜10倍だよね。え、いわゆるジンジャーエールとはなんかちょっと違うような感じがするじゃない。これ飲んでみよう。あとこれは美味しそう、スパークリングザクロ、これは美味しいに決まってるから、ちょっとこっちを飲んでみようかな。あ、はぁ、本当に生姜のすりおろした香りがする。今日1テンション上がりましたね。だってすごいね、もう開けたら。ちょっと下になんか沈殿してませんか。本当だ、してる。振ったらスパークリングだからね。ちょ待って、でもあ、でもすごい、生姜がすりおろし生姜みたいなのがいっぱい入ってた。
ね、すごいよ、こんなだもん。今ちょっと変わりました。変わってる。そうだよね、すごい。昭和ですね。うん、美味しいよ。美味しいけど喉が痛い。ガツンときてます。美味しかった。全部紹介した。もち麦。あ、もち麦ね。そうだ、もち麦。最近ご飯にはほぼ毎回と言っていいくらいこのもち麦を一パック入れて炊いてるんだけど、そうするとここにも書いてあると思うけど、本当にねプチプチな感じになる。ぜひどうぞ。食物繊維がいっぱいだって。すごく美味しそう。すごいちゃんとしたポテト。遠いこんなにだって手がこんな入っちゃうよ。美味しいけどすごく辛いのと、ちょっと軽く汗かいてきたかもくらい。ペッパーがこれ美味しい。ポテトがしっかりしてるから。でもこういうのって確かめたくなっちゃうよね。またあと引くっていうやつか、これが。ティッシュないんだ。言ってる間に一人でパクパクいろんなものを開けて食べちゃう。ポテトチップスが辛かったのでバナナチップスで、うん、おいしい。おいしいね。カシューナッツおいしい。カシューナッツとチェダーチーズ一緒に食べるとすごくおいしい。あ、これとこれは合わないどれ？水分の多いヤクルトみたい。あ、そうですね。デトックスとか腸内環境を整えてくれる、うんうん、効果が期待できる飲み物で、アジアで流行ってるんですよ。これベトナムって書いてあった。あの原産地が、はい、うんうん、ベトナムで、うん、へえ。コンビニにも売ってる。あ、そう。なんかうちの近所も昆布茶屋さん、あ、ありますよ、ね、昆布茶カフェみたいなある。入ったことないけどなんか日本にも増えてきたりしますごい匂いがするよ。箱だからだね。匂い嗅いじゃいけないんだねこれはい、今日はこんな感じで成城石井で気になるものとか美味しいものとか美味しくないものとか違うよ。美味しいんだけど美味しくない、美味しくないんだけど美味しいの、なんて言ったらいいのかな本当に嫌いじゃないの全部なんだけど、すごく美味しいよっていうのとはちょっと違う。だから表現方法がわからないっていうだけで、今日はちょっと面白かった。ユニークな味。あ、そういうこと か, いいか、ね、うん、じゃあそう、それっていうことで、今日は私はなんだかんだ楽しかったです。皆様もどうぞチェックしてみてください。ではまた、チャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。バイバーイ。